ユニバーサルパークスリゾーツユニバーサル・北京・リゾートユニバーサル・スタジオ・北京ユ,ユニバーサル・スタジオ・北京はユニバーサル・北京・リゾート内に2021年9月20日に中国・北京市の通州区に開園した世界最大のユニバーサル・スタジオであるユニバーサル・スタジオ・ハリウッド・ユニバーサル・オーランド・リゾート・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル・スタジオ・シンガポールに次ぐ7番目のユニバーサル・テーマパークとなる。パーク単体でも、米国の2つのパークよりも大きく、日本のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの約2倍もの規模となり、世界最大のユニバーサル・スタジオとなる。アジアのユニバーサル・テーマパークでは、初の大型リゾートタイプとなり、パーク一体型ホテルが建設される。ユニバーサル・ オーランドリゾートと同様の大型ウォーターパーク、ボルケーのベイも建設予定。将来予定されている第2テーマパーク建設用の広大な敷地も隣に用意されている。ユニバーサル、北京、リゾート全体の拡張地を含む敷地面積はユニバーサルスタジオジャパンの約10倍もの面積となる。パーツやユニバーサルホテル、 商業施設などを含めるリゾート全体の名称はユニバーサル・北京・リゾート。ユニバーサル・パーク市場最大級のユニバーサル・オーランドリゾートよりも広い面積となった。ユニバーサル・スタジオはハリウッド映画を題材としているが、アメリカ文化の他に中国の文化をテーマにしたアトラクションも導入予定だと発表された。当初は韓国で ユニバーサル・スタジオ・コリアの建設を進める計画があったが、計画は白紙・北京での展開を進めた以下の7つのエリアで構成されている。ユニバーサル・北京・リゾートのトム・メルマン CEO は、ユニバーサルには自社が知的財産権を所有し、エリアテーマとして選択可能な作品シリーズが数多くあるが、最終的に中国で人気が高く、工業成績も 非常に高かったものを選択することにしたと説明。また、北京の気候条件を十分に考慮して、室内及び屋根などの遮蔽物が設けられているアトラクションは総面積の65%に達し、来園者は暑い夏も寒さの厳しい冬でも変わらず、アトラクションを楽しむことができるという、他のユニバーサルパークのハリウッドエリアと似たエリア、チャン・イーモーや、 スティーブン・スピルバーグなどの監督が出演するスタンドタイプのショーがある。他のユニバーサル・パークのジュラシック・パークと異なり、映画、ジュラシック・ワールドシリーズをテーマとした北京オリジナルのエリアであり、北京オリジナルとして制作されたダークライドのジュラシック・ワールド・アドベンチャーや大型ローラー・コースタータイプのアトラクション、ジュラシック・フライヤーズが揃う。今までのウォーター・ワールドエリアとほぼ同じではあるが、 レストランなどが併設されている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンやユニバーサル・スタジオ・ハリウッド、アイランズ・オブ・アドベンチャーなどに位置する、ウィザーリング・ワールド・オブ、ハリー・ポッターと、ほぼ同じくホグワーツ城や、ホグズ・ミード村などがある。映画、トランスフォーマーシリーズをテーマとしたエリア。トランスフォーマー、バトル・ホー,ール・スパークに加え、北京オリジナルの、大型ローラー・コースタータイプのライド、 ディセプティコースターやバンブルビーをモデルにしたバンブルビーブギーもある。映画、怪盗グルーシリーズをテーマとしたエリア。ミニオンハチャメチャライドやシング、オンツアーなどのアトラクションがある世界最大の大型ミニオンエリアとなる。中国で高い人気を誇るドリームワークス映画、カンフーパンダシリーズをテーマにした北京オリジナルの大型奥なエリア。カンフーパンダ。 竜の戦士の旅というボートライドがメインアトラクションとなる。ありがとうございます。